犬が、主役の、マミ、マインクラフトはい、来た。よーし。はい、というわけで、皆さんどうもこんにちは、ハルです。今回から新シリーズということで、タイトルがっつりパクりましたね。いやー、でも、まあ、その固有名詞ではないからさ、その、犬、いや、まあ、多分仮想配信者なんでね、多分注意はされないと思います。はい、というわけで、やってまいりましょう。犬が主役のマインクラフトということで、こちらの、シリーズはですね、とりあえず犬をめでようと。いや、最終目標としてはね、犬の国を作りたい、そういうね、意気込みでやっていくわ。で、ここはなんて言うんだっけ、このはバイオーマー。てか、さっき切った原木はなくなってるんですけど、あなた。どういうことですか、奥さん。松の木材作って、ででで、作業台。じゃあ、とりあえずこれ棒を作って、スコップ作って、俺、毎回ね、マイクラやるときは、地下に拠点を作って、それで石を集めつつ、拠点を作るっていう、超賢い、天才的なやり方してんだけど、その、やり方が好きなんだよね。だから今回もそうしようかなと思って、ちょっと土の中に拠点を作りまーす。はーい。土か。嘘だろおい。マジかよ。マジか。ちょっと横ならいけるか。横ならいけるか。うえーい、出た。ちょっといきなりちょっと拠点作りから積んでんじゃねえよ。あ、こっちは大丈夫そうだね。ちょっとじゃあこっちに拠点作ろう。いいんじゃない？うん、完成。よし、できた。これが犬の国だ。というわけで、犬の国ができたので、このシリーズここで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。またねー。なんて終わりませんよ。そりゃそうだ、終わったらもう放送事故だよ。あ、この辺ちょっと日光入るようにしたい。ほい、オッケー。よし、これでちょっと作業台とかまどをこう。お、石57個も集まってる。ふうふうふう。なんかいい感じに高い声出ねえ。俺的にはかまどは拠点に2個欲しいですね。そして地下の拠点にたくさん作るみたいな。ブランチマイニング場に。まずい、まずいぞ。お前らここに作ると2個が入ら。もういいや、置く。もうお構いなし。よし、ちょっとチェストも作ろうね。1個しか作れない。とりあえず夜が来るまでは木買ってよっか。夜が来たらでもスケさん買って、とりあえず骨をゲットしたい。まずだって犬を捕まえなきゃ話にならんからな。でもその前にコンパスとか持って、犬捕まえるにはコンパスとか持っていかないとさ、迷っちゃうから。あの、座標を覚えとけばいけるか。てかもうこの木材が葉っぱに乗っちゃうのがすごいうざい。すごいもう嫌だ。お、サトウキビあんじゃん。サトウキビいいですな。あれ、暗くなってきた。もしかしてその辺に羊さんとかいねえかな。羊さん
言ったら、まあいいや。まあとりあえず夜になったらスケさん狩りに行くんで、まあ羊はとりあえず必要ないかな。でもなんか探したいそうだな、この辺犬。いいとこ落ちたんじゃない俺。犬うんこ0713のシード地でまさかの犬が出てくるっていう。まあこの木もうんこみたいな色。お、暗くなってきた。とりあえず木からのはこの辺で中断して、とりあえず拠点の中入って剣だけ作っちゃいましょう。で剣作って、拠点どこ。いや大丈夫、この辺だった気がする。あれ俺マジで迷ったかもしれない。まずい、死ぬ。まずい、これはいかぬ、いかぬ、いかぬって何。あれ俺マジでどこに作った。この辺に窓があるはず。ほらった、ほらった窓。もういいや、窓から入ろう。ほいっと、はい、ただいま。すげえな俺。ほいっと、30。お、ゾンビ音がする。あー、来てる。うわー、来た。うわー、来た。とりあえず、じゃあちょっとこれ木材にして、大丈夫、ドア開いてない、大丈夫か。いらないものはこの辺に置いておいて、ちょっとスケさん狩りに行こう。スケさん狩り。松明はどうしようかな。こんぐらい持っとくか、一応。よっしゃ、出撃じゃ。行くぜ。わ、来た。来た。オッケー、はーい。いやでも俺的にはスケさんがいいな。スケさんは周りにはいないね。ちょっと一応座標メモっとくか。ちょっと迷った時用に。F3 で、とりあえずこれでスクショ。座標のメモが終わったところで、ちょっとこれで心、あれスケさんじゃない、スケさんじゃない、キャッホー、スケさん、めっちゃいる。想像以上にあっちにも一匹いるし、俺はアドベンチャーマップで鍛えられたこの腕がある。よし、こっちにもいた確か。うわー、たくさんいるな。おいや、うわ、なんか、どうしたお前。オッケー、あ、弓落ちた。こっちにもいた。オッケー。うわ、クリ、お前はダメ。お前はいかん。オッケー。よし。あー、怖え。ちょっと、ゾンビ肉食べよう。あー、ゾンビだ。ちょっと。ゾンビ肉もね、最初のうちは大切な食料なんで、ちょっと、倒しておきたい。ほいっと。ほいさー。おった。スケルトン、ごめん。ほいだー、よし。おいね、いいね、骨5個も集まってます。いいですな。スケさん。雲いいんじゃん。オッケー。いいね。今んとこ、ノーダメ？いや、1回ぐらいダメージ受けた。雲おった。オッケー。あ、ゾンビ、ビバ。オッケー。他に、いねえかな。おー、牛たくさんいる。でもこの辺殺しちゃうと後から牧場作れなくなったりするんで。おすけさんいた。うわ、来た。ほらー、よーし、いって。うわ、2匹はちょっときつい。この位置から2匹はきついぜ。逃げよう。あれ、なんか今喧嘩してる、もしかして。一回戻ろう。骨8個手に入ったから一回戻ろう。おー、でもまあ順調。いいよ。せや、おう、いや、せい、どうでいだ、どうていだ、俺はどうてい。よし、はい、本日の成果もういいんじゃないですか。結構集まりましたな。じゃあとりあえず死ぬか。いや、なん死ぬかって言ってもあれなんですよ。一回死ぬとさ、体力が全開するじゃないですか。ちょっとあれを利用してちょっと体力回復しようかなと。最初のうちはね、経験値とかあんま関係ないんで。すごいことになってしまった。まあこれ後から埋めるんですけどね。せい、これ思ったより地道だな。ほいや、ほい、死んで喜んでるやつ初めて見た俺。こっちだよね確か。もう分かる。よっと、はい、ただいま。というわけで全開して戻ってまいりました。すごい体力回復の仕方。死ぬっていう、この生命を超越した男。よっしゃ、また行くか。よっしゃ、もう一回行こう。まだまだ骨が足りねえ。俺にもっと骨をよこせ。周りに骨は、おった。お前が俺の骨だ。
いけ、引っ張ってストライクショット、あなんかやっぱすごいことになった、なんか総裁した、引っ張ってストライクショット、あほいほいほいちょー、よし、お2個落とした、ラッキー。他になんかいないか、俺の骨となり骨となりになるやつはいないか、あれは石だスケルトンの、ま、見間違えた、お、まあマグーマがいねえかな、スケ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 ルトン、スケ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 、エンドゥー、エンドゥーも倒し倒し倒し、あばらー、まずあんたはまずいって、うふー、怖い、ちょっとココリコも倒しに行きます、まずい、まずい、お前らコラボはまずいって、オッケー、エンドゥは、あれココリコが消えた、まあいいやもうちょっと俺に恐れをなして逃げていってしまったね、あでも骨落とさんか、お前は、お前は勝ってほいや、せいや、オンガラダルニオン、オッケー、おう、え、来た来た、よーしまさかの不意打ちだよ、まあ、そんな卑怯なことするやつだったっけ、まあ、いやでも夜も明けてきたね、まあなかなか順調順調、いいですよ、それでこり、それでとりあえずって言おうとしたこれでとりあえずこれでとりあえずね、骨が集まったので、今すぐにでも犬を探しに行きたいところなんですが、コンパスがないと、ちょっと戻れないので、ちょっとコンパスを作りたいんですけど、コンパスを作るにはね、鉄とね、レッドストーンが必要なので、ちょっと、ブラブラしたいな。いや、そういうなんか、その辺の都会をブラブラとかする意味じゃなくてね、ブランチマイニングという方法がありまして、まあ多分みんな知ってると思うんだけど、掘ってね、掘って掘りまくるという今は多分俺だったら多分安倍鬼の効果を流してんじゃないかなもう俺もだんだん俺の編集がね分かるようになってきた、だんだん、よし、じゃあこれでちょっとあれだ、あのピッケルたくさん作ってた、ちょっとブランチマイニングをしたい、まあ、とりあえず鉄とか石炭とかも欲しいんでね、ちょっとじゃあとりあえずブランチします、ちょっと原木もうちょっと欲しいかな、とりあえずピッケル3つぐらいあればいいか、待ってちょっと木買ってくる、ちょっと木がねちょっとまだ40個ぐらいだとちょっと不安だわ、木買ってくる、これからも、おすっげ、まさかこんなところに、そしてなんかすごいあかんやつもいるよ、お前あかん、よし、あれ、あてか、なんで燃えないのこいつ、なんで燃えない、あ、燃えた、なんだろう、よくわかんねえや、キーからキー、よし、35個集まった、まあこんぐらいあれば、まあとりあえずは大丈夫でしょう、はい、というわけで、皆さん、犬が主役のマインクラフト始まりましたね、でも意外と始まりは順調なんじゃ、上なんかたくさんいるよない。とりあえず始まりは順調なんじゃないかな。はい、というわけで一回終わります。ありがとうございました。みんな、こんなクソ動画を見てくれてありがとう。よければそちらのボタンからチャンネル登録をよろしく頼むよ。あ、スマートフォンの場合はそちらの赤くない。最近の YouTube は確か赤くなかった気がする。この、まあ、とりあえず春のゲーム実況チャンネルって書いてある、その横のチャンネル登録と書いてあるボタンをクリックしてくれ、頼むよ、本当に頼む、お願いしますお願いしますお願いだからチャンネル登録よろしくお願いします。